姿見駅ね。これ見てください、この霧。はい、今回山尾探検隊はですね、大雪山系にある白雲岳キャンプステージを目指します。あまり天気良くないんですけど、行きましょう。行くんだよ。山尾チャンネル。今回言い忘れてたんですけど、白雲岳のキャンプステージに行くっていうのがまず一つ、まあ、目的が三つあるんですけど、二つ目が日本一早い紅葉を見るっていうね、日本一です、日本一ですよ、これが二つ目で、三つ目が、緑岳っていうね、標高2019メートルっていうね山、しかも2019メーターじゃなくて 29.9メーター、 2019年9月、まさに今月です。それを登ろうと思ってるわけです。ぜひともご覧あれ。どうぞ行きましょう。山尾の動画、あ、見てください、ちょっとずつ景色が良くなって霧が晴れてきました。紅葉も進んでる感じですね。ちょっと耳を澄ましたらね、ゴーって音聞こえるんです。姿見の池までもうちょいなんで行きましょう。晴れてきた。姿見の池着きました。さあ、カメラマンさん、こっち来てください。姿見の池ですね。今日はちょっと曇ってて表情見えないですけど、はい、また一旦止めます。これがですね、晴れている時の姿見の池の景色です。どうですか、全然違いますね。あと朝日岳まで 2.5 キロです。2600メートルです。あー、また曇ってきた。ちょうど晴れてきたので見てください、姿見の池を上から見るのもまた風情があっていいですよね。バーグハウスのマークが落ちてます。これは一体何のメッセージなのか、この後分かるはずです。分からずです。よーし、行きましょう。行くんだよ。はい、6合目です。1825メーター、現在時刻は8時前、私のお腹は普通です。今の体調はすごくいい感じですね。足も上がるし、いい感じです。行きましょう。ちょっと見てください、
ニコちゃんマークがついてます。これすごいな、こんな石あるんだ。これ自然な石ですよ。山頂に着きました。朝日岳です。これからね、あっちの方に北海岳とかあるのにね、進みたいなと思います。はい、ちょっと肌寒くなったんでストームクルーザー来ました。見てください、もう紅葉のシーズンだというのにまだ雪がありますね。本当にもう万年雪みたいな感じですよね。ということだけお伝えしておきます。ちょっとね、山頂から降りてくるのにかなり違う。これが御八平です。紅葉が始まってますね。ちょっと風が強いんでね、紅葉が綺麗です、ね、さっきすごい雨にもなんかスコールみたいなやつもあったりねしたけど、意外に登山客多いんで安心して、今のところはちょっと白雲岳に行こうと思ってますけど、またちょっとね雨降ってくるかもしれないんで、今こういう万全な体勢です。行くんだよ。山坊の動画。はい、何度もすいませんね。ちょっと風が強すぎてね、何を言ってたか聞き取れなかったので説明します。あっちがですね、これから向かう白雲岳の方ですね。今見えてるのが白雲岳です。こちらに我々進んでいきたいと思っています、これから進みます。はい、あれが白雲岳ですね。天気もだいぶ回復してきて、風もだいぶほら穏やかになりました。僕の声がよく聞こえるでしょう。で、見てください、紅葉が始まって、このね地面の景色いいじゃないですか。おそらくあの岩場にね、この時期になるとナキウサギことナッキーが、今回3つの目標ありますけど、その中の2つ目、
クリアです。次回、残りの2つどうなることやら、チャンネル登録、いいねボタンお願いします。山のことアウトドアのことなどを発信していこうと思っています。少しでも興味があればチャンネル登録よろしくお願いします。